かんちゃん、はい、なの小型ティータイム、はい、今回も始まりました。今回も上本町のハイハイタウンからお届けします。マリアさん、またあの前も新歌舞伎座さんがございましたね。そしてこちらがハイハイタウンということになっておりますけども、ハイハイタウン、いろいろなイベントをやっておりますけどもね、はい、じゃあタモリクラブがありますよ。ごめんなさい、続けますか。三重県の伊勢志摩物産展、はい、12月の21日の日ですね。マリアさん、三重県伊勢志摩と言いましたらもうね、海の幸、海産物が豊富ですからね、それがこちらハイハイタウンさんの方でお買い求めいただけるということでね。私ね、生物の販売はいたしませんので。あ、生物はなしですか。はい、あ、ということは干物、一夜干しとかそういうのですかね。そうですね、はい、はい、まあまあ、このね、干物といえどもこの伊勢志摩さんのやつはちょっと一人ちゃいますからね、はい、ぜひともね、こちらハイハイタウンの方にいただいて、この海の幸満喫していただきたいと思います。はい、そして23日はハモリクラブ、ハモリクラブですよ、マリアさん、はいはい、なんとあのハモさんが楽しく司会進行、気になりますね、うん、これも見ての楽しみ、来ての楽しみでね、はいはい、あのマリアさん、うん、ちなみにゴスペルグループの方が多く出られるそうです、はい、あ、そうなんですね、はい、マリアさんも好きですもんね、うん、大好きです、はい、こういう楽しいイベント盛りだくさんのハイハイタウンから本日もお届けしますけども、なんと本日はマリアさん、土曜日初夏と言いますと、びっくりしますよ。このハイハイタウンができる前からお店をされてるんですよ。すごい歴が長い。めちゃめちゃ歴史あるんですよ。タバコ屋さんです。はい。で、面白いのが、タバコ屋さんなのに、うどん屋さんもやってるんですよ。うどん屋さんもやってる。はい、こちらなんですけども、こちら、はい、マリアさん、こちらでございます。で、あのおうどんの方はこのように食券、はい、食券を購入していただいて、で中であのその食券を渡していただいて、おうどんをあのご頂戴して食べていただくということになっておりますのでね、はい、よろしくお願いします、はい、では、はい、お店の方に入っていきたいと思いますけども、はい、どうですか、この見たことのないようなタバコがいっぱいありますけどね。私タバコ吸わないんでわかんないんですけど、どうですか。いや、僕もね、タバコはめちゃめちゃ吸う方やけど、うん、それでもなんかこう珍しいタバコがいっぱいあって、はい、あ、でもちょっと寒いんで中にはそうですね、そうしましょうか、はい、じゃあ早速入りましょう。はい、お邪魔します。はい、どうもお邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではマリアさん、どうぞ座ってください。はい、では私もちょっとかけさせていただきます。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。なんとも言えん雰囲気のですね。そうですね、ちょっと狭くてびっくりされたかもしれないですけど、いや、なんていうかね、この狭いとかいうよりもなんかこう隠れ家的な雰囲気で、で、タバコ屋さんなのかうどん屋さんなのかって言うたら、はい、タバコ屋さんなんですよね。そうですね、前から見ればもうタバコ屋なんですけど、はい、すげえお客様からよく言われるんですけど、うどん屋はどこですかって聞かれるんですけど、ね、はい、中にちゃんとうどん屋がありまして、何がきっかけでそのうどん屋さんを始めるんですか。私ずっと居酒屋を下でね、地下2階でやってたんですけどね、はい、まあ、飲食はもうずっと長いんですけど、はい、まあ、タバコは父親がここハイハイタウンできる前からちょっとね、はい、営業しておりまして、うん、で、まあ、父がずっとここをね、ハイハイタウンできてもう三十何年になるんですけども、うん、その前から営業して、ずっとタバコ屋はね、父が亡くなってからちょっと引き継いだんですけど、はい、で、私はもう下でちょっと居酒屋をやってたんですけど、タバコと一緒にちょっとやらないといけないという形になりまして、はい、父がちょっと他界しました、はい、で、それで何をしようと、まあ、飲み屋でもよかったんですけど、うん、ちょっと私子供は今ちょっと小さいもんでね、はい、で、早く家に帰ってあげたいっていう、それが家庭第一主義に、なるほど、素敵なお父さんです。それで営業時間をパッと切り上げるにはやっぱりね、ちょっと飲み屋さんを選べたかな、はい、はい、それでうどんという形にさらせていただきました。なるほどね、はい、単純な発想なんですけど、家庭第一主義のタバコ店プラスうどん屋さんですか。お店の名称としては、はい、宮前タバコ店、そうですね、上六うどんというちょっとうどんの名称、はいはい、プラス宮前タバコ店、宮前タバコ店、な
なるほどね。どっちやねんというふうにね、言われまして、二刀流で、はい、ちょっとタバコだけでもね、はい、最近ちょっとタスクを導入したので、ね、お土産とかで、ね、お客様がちょっと少なくなって、タバコだけでも営業できない、生活できなくなりまして、でやはりね、ちょっとなんか狭いですけども、これだけのちょっと、はい、スペースを利用して、何をしようかなと。形でちょっとプラスうどんという形で、絶対なんかその奥の方とかめっちゃ隠れがいい、奥の隅行きたいですね、はい、今のお客さんが来られたみたいで、ちょっとマリアさんのドアの方を、はい、ありがとうございます。マリアさんね、やっぱりね、なんやかんやとやっぱりタバコお吸いになる方もございますしね、はい、この辺はオフィス街で、やっぱりちょっとこうタバコをね、買い求めに来られるお客さんも多くおられましてね、このように大忙しでございましてね、はい、でもあれですよ、やっぱりここでしか売ってないというか、うん、だからね、マリアさんね、今パッと見たら、ほんま珍しいタバコが結構並んでるんですよね、はい、お疲れ様です。その辺、そうですね、やっぱりね、コンビニエンスストアでもタバコも売ってはるんでね、やっぱり昔からあるタバコ屋さんというのがちょっと成り立たなくなっていてね、はい、で、まあ、コンビニでやっぱ普通のね、マイルドセブン、マルフォとかね、はい、そういうのはもう売ってるんで、それよりも変わったちょっとね、なるほどね、あるタバコを扱っていかないと、なかなかちょっと、厳しい戦争に打ち勝っていけないので、例えば、はい、この宮前タバコさん、タバコ店さんでなければ、ちょっと手に入らないような珍しいタバコとか、これ一押しやるようなタバコございます？はい、ございます。ございますよ、マリアさん、はい、なんかこうタバコのね、マリアさんタバコ吸えへんかったとしても、うん、なんかカラフルで楽しいでしょ。そう、なんかね、可愛いのが多いと思って、ね、何やろあれと思って、タバコのね、ボックスパッケージありますからね、うん、お、はい、ちょっと怪しげな、うわ、ね、これ骸骨の白ひげ海賊団みたいな旗がついてますけども、ですというタバコなんですけど、死のタバコ、死のタバコ、そのまんまですね、ですね、これは例えば、はい、またなんかお客さんが来られたようでございます、これマリアちゃんね俺が思うにはこれ勝手な想像やねんけど、申し訳ない、ちょっとこちらの方が出させていただいてるので、ちょっとこう、タバコかわからないと、どんなところに奥から出てくるのが、こんなところに収納があるやつ、さすがタバコ屋さんね、はい、こんなところがタバコが今出てきましたけどこれマリアさんね、こちらのタバコでございますけど、はい、私思うには、今ね、見解ですけども、今ね、タバコ吸ってね、さ、タバコ売りたし、でも体に害はあるということで、うん、なんかほら注意事項書かんとあかんでしょ、吸いすぎには注意しましょうとか、うん、あなたの健康を損なう恐れがありますとか、自販機の上にも書いてますね、うん、書かなあかんや、うん、でもそれってなんか説教臭いというかね、うん、売ってるくせにほんならそんな書くなよというようになるから、うん、あえてこういうパッケージにしたんじゃない、うん、ちゃうかないやーなんかなんかほんならこれ吸っとってもあれが違うとかじゃないんですか、いやほんまに怖いちょっとこれどうなん、成分的にはどうなんですか、基本的にはね、そんなにきつくないらしいんですよね。あ、ほな僕今ちょっと説明させていただいたんですけど、はい、このパッケージ見るたびに、うわ、ちょっとこれ体にやっぱ悪いかなとか思わすためなんですかね。そうや、どうなんでしょう、ヨーロッパね、イギリスで作られてると思うんですけどね。へえ、はい、やっぱりちょっと日本人の感覚とはまたね、こちらの方は違うと思うんで。とブラックユーモアですかね。もうブラックユーモアがたっぷり入ってると思いますね、やっぱりね。これはもう、その要素これは売ってないですか。あ、売ってないです。はい。うわ、皆さんでも珍しい。ちなみにおいくらですか。490円。490円。ちょっとだけ高いんですけどね。でも、この箱置いとったらまた、ね、使い回し。ね、この中にね、マイルドセブン入れてもいいですでもなんかパッケージ見て、ちょっと買ってしまいそうな感じします、ね、うん、いや、これ欲しくなった。俺買うかもわからん。ぜひ。これはよく出ます？よく出ます。若い方がね、ここちょっと多いんでね。はい。それで、やっぱりちょっとかっこいい、ね。わ、それは気に入りました、私。確かにかっこいいですね。ますますなんか逆にタバコがやめられなくなりますね。そうね。逆にね。はい。まあまあ、でも、かっこよくこれをちょっとね、バーとかでさっとこれを出してね、パッと火をつけると。
っていう感じで、なかなか何やそれは話題の一つに、いやそんな家庭を大事にするね店長さんがそんなことを、まあ、話やってるとイメージがちょっともう家庭的なパパを今もこう思ってますから、ね、で、あのうどんの方はどうですか、一応その人気のある商品なんで、そうですよね、うどんですよね、はい、うどんはもちろんあの和風の私も料理人でしたので、はい、あのあっさりとした大阪のうどんをね、はい、あのメインに作りまして、はい、まあ、あのちくわの天ぷら、天ぷら揚げたての天ぷらをパッとジュッとしてね乗せるうどんが、まあおすすめなんですけどね、はい、あ、まあ、安のね、築天うどんですか、320円というか、あ、お安いですね、もう安くで、私一人であのタバコもうどんもやってますんで、うん、人件費ゼロという形で、はい、お安くさせていただいて、マリナさんまたね、はい、このサラリーマンの方とかはもうすぐにパッと出てきてパッと食べれるっていうのが一番嬉しいんで、しかもこの築天うどんやったら結構中もね、はい、膨れますね、そうですね、へえ、いいですね、で例えば夏場やったらザルそばとかもやったから、はい、夏場はザルですよね、ああ、ね、いいですね、はい、でちなみに、まあ、ちょっと、はい、出てきたのが、あ、カレーラーメン、ラーメンがなぜか売れてるんですよ。カレーラーメン。うどん屋なのにラーメンが売れるという。これ秋冬限定のカチウド。あ、カチウドは冬限定なんですけど、まだちょっとね、お餅がね、はい、はい、もっとぐっと寒くなってから、じゃあもうしばらくしたら出る感じですか。はい、なるほどね、どんどん、はい。もう出てもいいんじゃないですか。料理が最高ね。ちょっと今カレーうどんをちょっと今頑張って一人なんでね。なるほどね。そうですね、どっちかを、はい、少しずつ慣れてから、これで ちなみにこのお出汁は、はい、カレーうどんと全く一緒なんですか、ちょっと一手間加えてる、うどんとはもう全く違う、ああ、はい、そうなんですか、ほなカレーラーメン用に作られたお出汁なんですか、そうです、スープ、はい、へえ、うどんの出汁は使ってるんですけども、はい、そこにあの味を変えて加えて、なるほどね、これマリナさんちょっと気になっちゃいますか、そう気になるし、あとトッピングメニューもねすごいあるのが、なるほど、なっていて、はい、こちらでございますね、はい、トッピングメニューになっております、はい、やっぱり人気のあるトッピングって何ですか、人気のあるトッピング、やっぱりちくわの天ぷら、やっぱりちくわですか、はい、なるほどね、でも一人で揚げてうどん作って、うん、そしてタバコも販売してて、はい、これ同時にいっぺんに重なることってあるでしょう、それはもう多々ございます、うどん伸びたりしませんか、うどんは伸びないようにタバコのお客さんに待ってもらいつつ、あ、やっぱりうどんを優先ですか、まあ、やっぱりそうですね、まあでもやっぱりあのタバコのお客様もやっぱりね、はい、優先順位でその後回しできませんので、うわ大変ですね、もう臨機応変に、だからもううどんこうシャッシャーやりながらこうもうパッサー打ったりとかするんですか、投げ売りはしないですけど、はい、ちょっと手を伸ばしつつで、そんな感じで、人をもう一人だけとか思ったりとかはないんですか、そうですね、やっぱりね、一人でちょっとやった方がね、なんやったら僕、あのカウンター座っておきますけどね、うどんは、かもしれない、いやいやいや、できますよ、うどんはちょっとあれですけど、いやいや、看板親父でどうですか、タバコ屋の、いやでもやっぱり店長が一人でされてるからっていうのをね、来てくれはるっていうか、なんかやっぱり、ね、店長のその姿を、ね、お客様に怒られたりもしますけど、よしという感じで、でもそれもまた含めて名物っていうのが、ね、もうそれはこれでもうあのそれで納得していただいて、うん、頑張っていこうかなと思っております、その、うん、いやあのねマリナさんね、うん、今そのほんま今話聞いてるだけね、うん、もう忙しい中大変な中でやってありますやん、うん、今までこれ一番大変やったなって何かエピソードみたいなのありますか、そうですね、まあ、はい、最初ここを父から行き継いだんですけど、はい、私飲食をずっとやってましたんで、うん、うどんとかねそういう食べ物はもうあの目つぶってでもあの作れるというね、はい、あのもう何十年やってますので、ね、タバコなんですけども、うん、まあ、あの昔吸ってましたけどこれだけの銘柄タバコは今置いてるだけ300種類ぐらいあるんで、はい、それをあのバトンタッチをあの父がうまいことしてくれなかったあそれから引き継いだんで全くわからない今のこれを覚えるのがちょっとやっぱり、なるほどね、お客様やっぱりあのもうあのねあの赤丸は丸目だとかね、はい、やっぱそういうなんかその専門用語で言われると、うん、あの最初はもうピンとこなかったんで、うん、それがもうパッと体ねあのすぐ反応できるのが、うん、なるほどね、時間かかって
そう、馴染みだったマニアちゃん、それでもな、うん、もう馴染みのお客さんやったら、ちょっといつもの言うたら、もう言わんでもね、お客様から見たらタバコポッとこう出して、お客様からしたらもう、毎日来てるやんけという感覚で来られるんですけど、でも店長から言わしたら、こっちはうどんも作っとんねんってね、あ、なりますよね。ちょっとおどおどしてると怒られたりするんですけど。でもぶっちゃけた話、それが見たくて言わないと言われても嫌な客やな、それ。それ嫌らしいね、その客で。それを楽しみながらうどんすすってんの。いやもうね、まあ、今日も忙しそうやな。ちなみにアルコール置いてあるんですか。いや、アルコールはもう一切。うわなるほど、ね、ほらもう、あ、その代わり肩に優しいですよ、その代わりこれ置いてます。リアルウコンね、ウコンが置いてます。1本150円です。しかも今だけですよ。今だけ1本150円、お安くなっております。それはなぜなんですか、やっぱこの時期。そうですね、一番お酒置かない代わりに飲んだ後、飲む前にね、なるほど、ね、あの腹ごしらえしていただいてとか、あ、飲んだ後という形で、あ、プラスちょっとコーラさんのウコンを、なるほどね、体のためにお貸しいただいて、うん、あることがそうですね、こちらで辛抱してくださ い。それちょっと残念。僕から言いました。ちょっと愛妻家なんで、あのちょっとね。まあ愛妻家でね。なんだったそれだ。そうやってね、そのお酒が好きやけど、やっぱお昼間にね、仕事の合間とか、まだ今から頑張らなあかん人が来た時にお酒見つけたら飲みたいなってなる。いやいや、マリナさんね、店長がそうやってうどん作ってタバコのお客さんも来る、おい早しろと。わしいつも凍ってるタバコやんけ、覚えてへんのか、うどんの方が伸びるやろ、うどん何してんねんと、あたふたやってんのを見ながらちびちび行ったいんやそれ無理ちゃう、そんな長時間に座りたく嫌ですね。もうそれもあるんです、早く帰ってもらおう思ってうどん屋にしたら、あ、なるほどね、もうちょっと居座っちゃうじゃないですか。なるほどね。あ、あのお稲荷さんも置いてますね、これ稲荷も、これ手作りですか。あ、もちろん手作りです。へえ、またこういうね、うん、お店のお稲荷さん美味しいんですよ。ちょっとうどんだけやったら小腹がすっかないときにお稲荷さんね、うん、2つぐらいちょっと頼んで食べたら、はい、ね、おにぎりもありますね、お稲荷さんのおにぎりと、はい、おにぎりもありますね。あのね、うん、今ねタバコがなんか300種類ぐらいあるとか言って、うん、ね、ちょっと言われてはりましたけど、うん、ぶっちゃけた話、1年間通して1つも売れへんのタバコもあんちゃいますか。はい、ございます。ねえ、はい、そら知らん銘柄も。はい、でもやっぱりその専門店なんでね、やっぱりその1年間1人しか買わないタバコでも扱っておかないと難しい。まあ、なるほど。万が一ちょっともう在庫がね、あのその上の棚からもう、ああ、下の棚までね、これ今日新聞見たらどないすねというぐらいにもうちょっとね、置かないとダメな状況が。ほんなら例えばもう今でしたら、例えばお客さんがちょっとこんな、こう見えますかね、あ、見えますかね、これ棚の上ね、どうかな、あのちょっとこうなんか苦味のきつい、うん、コクのあるタバコなんかちょっと出してくれへんとか言われたら答えられますか。私ね、タバコをずっともう何十年吸ってたんですけど、はい、まあちょっとやっぱり愛妻家なんで、愛妻家何だったそれ出てきますか。愛妻家ね、ちょっとタバコもね、はい、やめまして、でもね、やっぱりタバコ会社からちゃんとね、どういうこのタバコはどういうタバコですというデータをね、いただいてますんで、はい、それをまあ、まだなかなかね、まだ初めて3年なんでね、タバコや、はい、熟知はできてませんけども、それなりにやっぱりお客様からのこれはどうでした、タバコの味はって言ってね、聞いたりで、まあね、今インターネットとかで、はい、いろいろね、吸ったお客様のなんかその、吸い味というかね、はい、こんな味でしたというのもね、見れるようになってるんでね、うん、そういうのにやっぱり研究して、うん、できるだけお客様に味を伝えれるように、うん、そういうようにはしております。ですね、はい、うん、でやっぱり、はい、やっぱりマリナちゃんなんか特にそう思う思うんですけど、うん、やっぱりマナーを守って通っていただきたいんですよね。そうですね、まあね、日本はまだどこでもね、灰皿があれば、うん、どこでも吸える状況なんですけど、はい、ね、ヨーロッパ諸国ではやっぱり厳しい、ね、現状があって、うん、でもやっぱりこれから日本のね、社会も難しくなってきて、はい、タバコを吸う場所もね、これからどんどん少なくなって、うん、ね、吸われる方と吸われない方が共存していく上でおいてね、はい、やっぱり吸う方がやっぱりマナーを守って、うん、気持ちよくね、
吸っていただけたらなと思っております。ですよね、はい、僕もだからタバコもよく吸う方なんですけどね、はい、車の窓から掘ったりとか、あんなみたいやっぱもう嫌な気分になりますもんね、はい、うん、だからやっぱり、あの吸う方はやっぱり吸えへん人のことも考えて、また吸えへん人も吸う方のこと考えてほしいですね。まあ確かにね、あると思います。何かあったらもううわ嫌やわとかって、それは分かるんですけどね、またやっぱりこういう飲み屋さんなんか行くとどうしてもタバコ吸いたいですからね。あ、ちなみに、こちらのうどん屋さんはタバコはどうなんですか。残念ながら禁煙。禁煙ですよ。タバコ屋さんのくせに禁煙ですよ。まあやっぱりあれよ、それも言われるんです。早く出てください。それどうなんですかね。前に入れたらがございます。あ、やっぱり出て吸うという。やっぱりね、ちょっとあの私も飲食ずっとやってましたので、タバコも吸ってましたけど、やっぱりやっぱりそのタバコはね、匂いでお食事の味が変わってしまうんですよね。ああ、なるほど。料理なんでね、タバコをやめたんですよ。やっぱり料理タバコを吸うとね、やっぱり舌の味覚が悪くなるんでね。わかります。おいしんぼでね、貝原雄山が天ぷら食った時に、この天ぷら揚げたやつ誰やと。ほ、うん、んで、私です、お前みたいな首や、うん、なったんですよ。うん、その雄山の美食クラブ、来ました。マリアさん、美食クラブで、なんで思う、うん、その人がタバコを吸ったから、タバコ吸うとったから舌が麻痺やって、うん、味がわからんかって、うん、それを貝原雄山が見抜いたっていう話、うん、ね、皆さん。素晴らしい話ですね、はい、やっぱりそういうのを見てやっぱりあと思います。料理というのはやっぱりね、はい、舌が命ですから、うん、ね、なるほどね、舌が命か。まあ、でもあんまおどんは関係ないような気がするけど、でもその出汁が出汁が大事ですから。この手前を禁煙にして奥喫煙みたいな。わかりました。ちょうどこうね、L 字になってるんですよね。L 字に、うん、奥、ね、僕はちょっとね、分煙します。分煙にしてください。考えさせていただきます、まあ、ね、どうなるかわかりませんが。料理人プラスやっぱ愛妻家ですからね。そうですよ、愛妻家の部分をねちょっと忘れてもらっては困りますよ、うん、はい、僕が、ね、9割ぐらい占めてまいりました。多いな、偉い。偉い多いな。それが多分一番のもうこの軸になってってことはもう うどんはもう1割ぐらいですか。うどんもしっかり作ってくださいよ。もううどん 0.5、 卵 0.5 でも愛妻家がもう9割、う家族が9割です。だぶっちゃけの話ね、はい、あこれ聞きましょう。営業時間、定休日は。営業時間ですね。あ、これまず聞いた感じだもん。まず、うどんが平日、9時半から、はい、7時まで、はい、19時まで、ね、19時まで、はい。で、タバコの場合は、朝8時から、はい、店開いてますので、もう、電気がついてたら、朝がね、早くても、今は8時まで、8時まで営業しています。なるほど。はい、で、土曜日はちょっと早めに締めさせていただいております、3時ぐらいの。愛妻家ですからね。はい、はい、で日祝日は子供と一緒に遊びに行きます。愛妻家ですからね。仕事しましょうよ、もう。いや、仕事されてるじゃないですか。いや、びっくりします。いや、私はね、だからぶっちゃけな話で言うのは、うん、やっぱりそんだけ休み取られてね、そんだけ休み取られてるのはある。いやいや、まあ週休2日行きたいところなんですけど、まあ、適度に休みを取られて、普段やっぱりもういろんなとこ遊びに行かれるんですか。はい、もうまだ子供はちょっと小さいので、はい、近くの大阪城で、ね、自転車乗って、はい、ね、ね、夏はプールとかね、それぐらいですね。なるほどね。だって普段そうやってお仕事されてる、あ、お客様、はい、うん、普段そうやってお仕事されてる方が、うん、はい、本当に日曜日って言えばお休みの日じゃないですか。まあまあそうですね。その日に、まあ、家族を連れて家族サービスをしてくれるっていう。だってもう日曜日は休みやから、何もせえへんねんって言って家に貼るようなお父さんもいるわけじゃないですか、はい、そこをやっぱりその近場って言ってはりましたけど、その公園行くのも大変ですよ、うん、まあね、それをやってくれはるって素敵ですよ。まあ素敵なお父さん、うん、そして素敵な旦那さん、はい、ね、で、やっぱり、タバコの、はい、やっぱりその種類も豊富ですし、ね、おうどんにこの手作りのお稲荷さんおにぎりもあるという、はい、何をとってもいいお店じゃないですか、はい、ただ私はね、うん、もうちょっとこううどんとかの力を入れてもらって。お客さん的にはここで多分うどんを食べながらお酒をつぎつぎしながらタバコを吸いたいなと思うんですけど。そうです。実はそうなんです、いや、ほんでね、マリナさんね、うん、僕ね、もうさっきから思っとったんですけど、うん、
このご主人の顔がものすごい役者顔でね、ね、こうあの手拭いをこう巻いて貼ってもかっこいいですね。はい、いやもうありがとうございます。歌舞伎役者のような。あちょっと昔言われたことあるんですよ。今ちょっともう、はい、かなり親父。お、まず来られましたね。はい、ひっきりなしにね、来ますね、お客様が。あもうちょうどね、もう夕刻に出かけてる時とかの、ね、うん、時間帯になるんで、今からまた忙しい時間帯に。ですよね。じゃないかなと思うんですけれども、うん、ね、もうちょっとお時間も差し迫ってまいりましたので、はい、最後にね、ですね。はい、では、はい、ご主人、はい、2013年はね、はい、もうクリスマスイブも近づいてきて、ね、もう正月ムードもあっちこっちでこう高鳴ってるような感じですけども、うん、2014年新年を迎えて、はい、もうね、愛さやもちょっと置いときましょう。はい、いや、そこも大事です。大事ですか、はい、まあ、まあ、そこも入れてもらえる。入れるんですか、やっぱり。つつね。はい、つつ。ちょっとだけ入れてもらえる2014年の目標、はい、ね、このお店をこういうふうにしていくぞとか、はい、なんか、はい、ガツンとちょっと。はい、二刀流なんで、ちょっとうどんの方は、ね、やはり、うどん屋なのにラーメンをしているという、はい、何か僕ね納得できないところが結構あるんです。もう声が多かったんですよ。でもね、お客様からすると、そのうどん屋でラーメンというふうに食べたら、あれなんでこんな何歳して美味しいんだろうというね、すごい発見をしていただいてるはずなんです、はい、でそういうお客様がだんだん増えてきているのがもうすごく感覚で分かってきたと、はい、そしてカレーラーメン、この次がまた出てきますんで、こう動きたい。いや、もうすみません、その後の抱負も聞きたいんだけど、その前にちょっとだけ、はい、もう何か手挙げてる人がいます。はい、マリナさん、これ大事な話なんですよ、はいはい、大事な話ね。何が大事か言ったらね、うん、うどん屋さんでラーメンを置いてる、はい、最初はうどん屋でラーメンなんでやねんと、うんうん、うどん食わせるやと、いやいや何言ってるんですよお客さん、いっぺんラーメン、もう一度ラーメンいっぺん食ってみてください、食べたところがうまいやないかと、うん、なったんはだし、このスープはもちろんやけども、この麺に何か秘密あるでしょ。はい、この麺がやっぱりね愛妻家なんで。はい、愛妻家なんで。まさか奥さんが壊したんですか。いやいや、違います。これはね、ちょっと実は、はい、あるところから仕入れてるんで、それはもう企業秘密なんで、はい、言えないですけど、それ愛妻家関係ないですよ、今。全く関係ございません。言いたいだけですから。ちょっと言いたかったんですけど、はい、そこで言おうかなと思ったんですけど。はい、2014年はラーメンの力入れていくということですか。はい、ラーメンも力入れていきます。ね、うどんもね、はい、力入れてください。頑張ります。で、タバコの方なんですけど、はい、今やっぱりちょっと、若い方からすごくね、指令を受けている、はい、手巻きタバコという、手巻きタバコ、こういうね、いろんなね、フレーバーとかね、バニラとか、はい、いろいろあったりして、これ自分で手で巻いてするんですよ。あ、フィルターなしだよね。フィルターもね、もちろんこういうフィルター別に売ってたりするほうほうほう、フィルターなしで、すごい通な方はね、はい、かっこよく吸われたりするんですけど、まあ、普通の買い巻きタバコみたいな感じも作れますし、うん、そういう手巻きタバコは今ね、コストがね、やっぱりちょっと安くなったりして、若い方が人気を得てるんですけどね、これからどんどん普及してくると。おしゃれですよ。はい、おしゃれなんです。でもね、初心者の人は、ね、かっこいいから言うて、フィルターなしでね、こう吸うて、吸うたはええけど、はーって席が乗ったらちょっと不細工なんでね、そうなんです、徐々に鳴らしてくださいよ。はい、これからどんどんね、銘柄も増やしていきますので、うん、ぜひちょっとね、始めていただくので、はい、なるほどね、もう自分の好きな、はい、そうなんですよ、これね、バニラと違う味をこう混ぜて、はい、自分で作れるというね、作れるんですよ、はい、自分のお店でやっていただける、ね、ということですね。はい、その辺がね、まあね、先輩の方なんかでもね、40代、50代の方でもやっぱり、ちょっと普通のタバコでは物足りないという方でね、出巻ける方に、例えばね、それキセル段階に詰めたらどうですか。もちろんそれでもできるんですね。刻みタバコはキセル段も吸えます、ね、僕も仕事柄ね、何でもやっぱこう実際経験してみるとダメいうか、経験した方がいいんで、はい、あキセルでタバコ吸うだけでも、やったんです、勉強のために、はい、なかなか雰囲気が美味しいですよ、なんでか言ったらね、紙で巻いてないんで、紙のあの変なあれが入ってこないんだよね、成分が、ね、タバコの葉、もろが入ってくる、いいですよ、なかなか、はい、ぜひ、はい、皆さんこれは、はい、始めてみてください。はい、じゃあもう2014年はね、はい、
うどんの方はもちろんですけども、そしてラーメン、ね、ラーメン力を入れてるラーメン、はい、そしてこのタバコの方も、はい、これほんまブレイクするやろというようなね、はい、巻きタバコの方も力を入れていかれるということで、はい、ほんまに楽しみなお店だ、はい、お店になっていきそうですね。はい、はい、楽しみですけども、はい、はい、また我々も、はい、よしてもらいますんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はどうもお邪魔しました。はい、ありがとうございました。最後に、お問い合わせのお電話番号とかってございますでしょうか。電話番号、はい、大阪06-6773-3936、はい、6773-3936までお願いいたします。はい、宮前タバコ店メロクうどんでした。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。本日はどうもお邪魔しました。お忙しい中すいません。こちらこそありがとうございます。はい、次のお店さんって決まってるのかな。はいはい、タモさんね、はい、なんか次回は漢方のスター漢方さんですよ。スター漢方さん、はい、はい、こちらではまたなんかちょっとね、名前のごとくかもしれないけど、漢方のことを、漢方薬が置いてるんですよね、当然、ね、聞かせてもらう。ちょうどね、今から寒くなる時期なんでね、うん、なんかもうさ、そうやね、漢方を使ってとか、なんかいろんな療法要領が。マリアさん、はい、今思い起こせば、うん、このハイハイタウンからの第一発目のハイハイティータイム、うん、生姜ね、生姜の神社ね、神社ある。まさにそれに通じるとこあるでしょうね。ね、まあちょっとその辺もいろいろお聞かせいただくと。わあ、自身も楽しみですね。はい。はい。お楽しみにしていただけます。はい。ではまた。はい。元気いっぱいお会いしましょう。はい、ほんまに寒くなってくるんでね、お風邪には気をつけてください。はい、元気いっぱいまた次回もお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。